こんなところにまた雲が巣を作ってるよ。あらやだ、外に出しちゃおうっと、すぐ巣を張っちゃうのよね。クモさんも外より雨に打たれずに住む人間の家の方がいいのかしらね。よっと。おや、ここにはネズミさんが暮らしてるみたいだよ。キュッ、ネズミ？嘘でしょ？いつの間に？知らない間にお家を作ったんだろうね。見なかったことにしたい。でも明日何とかしておくわ。もう遅いから寝るわよ。花子、こんなお話はどう？お母さん、ショックで現実逃避でし。救うもの。俺が大学生だった時、同じ科の男女グループで一人暮らししてるやつの部屋でよく遊んでた。ねえ、怖い話しようよ。飲んでるといつも階段やりたがるのがミカ。また？私そういうの嫌いなんだけど。決まって嫌な顔するのがサトミ。サトミと俺はかなり仲が良かった。ミカには霊感があるとかではなく、怖い話をしてただけで、本当に幽霊を信じているわけではなかったと思う。むしろサトミの方がそういうのが見えると言っていて、サトミはミカを避けている感じだった。俺とサトミに霊感があるのを信じてるタカヒロは、サトミは遊びで怪談やるなんて嫌なんだろうなと思っていた。ある日、仲間が近場の心霊スポットの話を仕入れてきた。そこさ、車で30分くらいで行けるんだよ。行ってみようよ。ミカや他の奴らが面白がって、その場で肝試しツアーが決定。その場にいない連中も呼び出そうってことになった。きっと誘っても来ないだろうなと思いつつも、一応サトミにも電話をかけた。あ、サトミ、これからこの辺りに肝試しに行くことになったんだ。でも他にも来ない奴いると思うし。それって大きな空き家のこと？その辺りで肝試しって。あ、そう、その家の裏に何かあるらしいから。やめなよ、いつもみたいに家で飲んで階段したらいいじゃん。わざわざ行かなくても。里美が階段話を進めてくるなんてと少し驚いたが、他の奴らはすでにノリノリで行く準備をしていた。いや、みんな行く気だし、里美は気が進まないなら今回は外していいと思うけど。ミカは行くの？行くよ、一番やる気満々だし。そうなんだ。じゃあ私も行くから、ちょっと待ってて。驚いたことに、本当にやってきた里美はミカと一緒に車に乗った。結局合計6人で1台のワゴン車に乗って出発した。ミカは少し KY なところがあって、里美に距離を置かれているのもあんまり分かっていないみたいだった。ミカは最初車の中で楽しそうにおしゃべりしてたけど、すぐあくびをし始めた。バイトで疲れてんのかな、眠い。ミカ寝てないよ、着いたら起こしてあげる。ありがとう、ごめんね、少しだけ寝る。で、しばらくして目的地に到着。おい、起きろよ、ミカ、着いたぞ。ミカ完全に熟睡、起きない。どうする？寝かしとく？連れてくね。置いてったら後で怒るよ。里美がミカを担いで強引に車から出した。仕方ないから高弘が背負ったんだけど、里美はミカの手を掴んだままみんなの先頭に立って歩いてった。しばらく歩いた先にあった古い家は普通に不気味な空き家。みんなその雰囲気で結構盛り上がってた。ミカは起きない。里美はミカの手を握ったままだ。家の後ろに回ったら、ポツンと古井戸みたいなものがあった。近寄って覗いてみると、乾いた井戸の中にちっちゃな和式の人形の家みたいなのが見えた。なんだ？一人が身を乗り出したその瞬間。下がって！里美がそう叫んで、覗いた奴がビビって体引っ込めたそのすぐ後。カシャ。ズシャって、何か金属っぽいような小さな音がした。下がって、下がって、こっち来て。もうなんかすごい嫌な感じでいっぱいだった。ジャリジャリしたような変な音がどんどん増えながら近づいてくるんだよ。
わけわからん井戸の中からこっちに向かって。逃げたいのに体が動かない。姿は見えないけど絶対に何かいたと思う。もっとこっち来て。里美が怒鳴りながら俺の手に何かをつかませた。里美は他のみんなも必死で引っ張ってまた何かをつかませている。よく見たら俺はミカの右足をつかんでいた。他の奴らもミカの手や足をつかんでて、タカヒロはまだミカをおぶっていた。その後のことはよくわからない。ただはっきり覚えてるのは、気がついたら目の前に何かがいたこと。白かグレーなのか透明なのか、煙なんだか人影なんだかよくわからない何かが俺たちの前にいた。その人影みたいなものが見えない金属音のやつとぶつかり合って止めているような光景だった。ガシャガシャズシャズシャみたいな金属音が耳いっぱいに響いていた。みんな動ける、早く逃げようよ。俺たちは必死で体を動かしてなんとか車に乗り込んで逃げ出した。車の中で俺が振り返った時もう何も見えなかったけど、さっきの金属音だけは結構長いこと耳に残ってた。結局帰り着くまで熟睡してたミカには何も出なかったから起こさなかったと説明して帰らせて、その後みんなで震えながら明け方まで飲んだ。その数日後、里美に経緯を聞いた。あの古井戸がマジで危ない、本物だったのは予想通り。家の正面にいる分には大丈夫だけど、裏に回って井戸まで見たらダメだったそうだ。問題は俺たちを助けてくれたあの影なんだけど、里美はすごく嫌そうな顔で言った。あれはミカのなんていうかついてるものなの。ミカを避けていたのはミカにまとわりついてるものがすごく強くて薄気味悪いものだったからなんだと。はじめはミカに取り付いている霊かと思ったが、どうしても違和感があったらしい。ある日ミカから出てくるそれを見て気づいたんだそうだ。それはミカの中にいるんだと。ミカがあれのいる世界につながっていて出入り口になっているのか、ミカ自体があれの住む場所になっているかのどっちかだと思う。里美にもよくわからないようだ。とにかくそれはミカから出てきてまた戻っていくんだ。他の霊的なものは全部ミカを避けてるみたい。多分あれのせいで近寄れないんだと思う。でもあれは私たちを守ったんじゃないし、ミカのことも別に大事とかじゃないと思う。ただ家が壊れたら困るでしょ。だから何とかした方がいいのかなって思ったけど、ミカは霊を本気で信じてないし、普通の霊じゃないから払えるとも思えなかった。ただそれはミカを危険から守っていた。あの日本当に危ない場所に行くと感じたそうだ。止められないならミカの中にいるそれに守ってもらうしかないと思ってついてきたのだという。あれが守るのはミカだけだからね。少しでも離れたら井戸から来てた方に疲れて人生終わってたよ。そう言われて背筋が寒くなった。でもミカについてるのって結構良くないか。結局守ってくれるんだろう。里美は羨むような蔑むような複雑な目をした。ねえ、お腹に住み着いた寄生虫が孵化するまでは守ってくれるって言ったらそれ嬉しい？なんとなく里美が言いたいことが分かった。ミカに救ってるものは自分の都合でミカの中にいたり顔を出したりしている。ひょっとしたらミカの何かを奪っているのかもしれないし、いつかミカをぶち破って出ていくのかもしれない。しかもミカは今の状態に全く気づいていないわけだ。ほっとくしかないんだよね。はあ、井戸から出てきた方もすごかった。神様が最悪の状態になったみたいな感じだった。波の霊能者とかじゃ負けちゃうだろうって思うくらいのやつだった。あんなのと渡り合えるミカのあれもきっと何をやってもどうもできない。今は全員社会人になった。ミカはもう結婚した上に子供も生まれて元気にやってるらしい。里美に電話でそう言ったら、ミカが寿命になるまであれがおとなしくしてくれてたらそれが一番いいよね。そう言ってたから里美はミカが今でもあれを背負っていると確信しているようだ。はい、おしまい。
ミカさんを宿主としている何か。宿主に危険が迫れば、すなわちそれ自身の危険なわけですから、ミカさんの周辺から脅威をすべて跳ねのけているのでしょう。一体彼女に救っているものの正体は何なのでしょうね。ではおやすみ花子。皆さんも良い悪夢を。